うひょ。さて、鈴木くん。はい。俊彦が結婚するとか言ってるんだか。はい。どう思うんだい。いや、もちろん結婚するのはまあ、するんでしょうけど。はい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 。ねえ。うん。まあ、野川君も知ってると思うけどね。はいはい。何でしょうか。この間の俊彦君と飲んだ時はどうだったんですか。いや、なんか奥さんもいたから、はポカ守るものを見つけて、守るものができる人間は違うんだよっていうことなんで、実質的な行為の使い方。そうだね。まあ、そこはいいじゃないか、別に。はい。うん、で、俺の、なんか、野川君が聞いてるのと、はい、言ってるのと僕が聞いたのはちょっと違うんですよ、ね。どういうことなのかな。うん。まあ、ね。はい。うん、あの彼女で大丈夫なのみたいなことを、はい。聞いてみたらば。はいはい。僕はね、僕はモテるから別にあの子じゃなくてもいいんだよなんて言っちゃったんですよ。おお、ほら吹き、ほらほらじゃないか、別に。いや、と思いまして。ひどいもんですね。ひどいもんですね。彼は今日から妖怪二枚舌男だね。いや、皆さんも気をつけてください。二枚舌俊之気をつけてくださいね。そのつながりで、はい、若者のすべて、ええ、行きましょう。
この花火にもうどうしようなったら何年経っても思い出してしまうの泣いたらないよななんて思ってた泣いたら泣いたら話すことに迷うな最後の最後の花火が終わったら僕らは変わるかな同じ空を見上げているよだよ。